はい、皆さんどうもこんばんは。今回はね、天沢さんからテストをねちょっとされるってことになったんだけども、まあその前回のちょっと盗撮犯の扱いがまだちょっと晴れてなくて、でそれで今回はその時にちょうど学校に居座る理由が欲しくて、その天沢さんのやってるミステリー研究部の顧問をやろうってことになって、それをやってもらうためにちょっと信用を得るために天沢さんからのテストをクリアしようかなっていうところになってます。ということで今ダンス部の方に向かわなきゃいけないんだけど、なんでダンス部に向かわなきゃいけないかっていうと、あのパパ活をしてる女子生徒がいるらしくて、でその女子生徒がなかなかやばいことをやってるらしくて、ちょっと早めに注意をしようっていうことで、今からそのダンス部に潜入して、あいっいや今鈍い音したな、今ベチンつって、大丈夫ここの廊下、痛そうな音したで、なんだっけ、でダンス部の方に潜入して、そのパパ活してる女子を探り出して注意をするっていうのが今回天沢さんに出されたテストなんだけども、ここか、あー来たな、天沢さん、いたね、もう早いね、行くぞダンス部。おお、本格的、高校生ダンス大会出れそうなレベルに。部長は。部長？あ、いました。あんな偉そうにしてていいのか、部長も踊れよ。なんか違うんだよな。あ、監督不在だから、監督の代わりみたいなことやってんのかな。西園さやかさん。西園さやかさん。いいですか？あなたは。ミステリー研究部。ミステリー研究会部長、天沢です。この学校の三大不思議ちゃんの一人です。今ちょっと勝手につけたけど、迷惑そう。ミスケンが何なのですか。めっちゃ迷惑そうやん。怒ってませんけど。嫌われてんな。天沢さん、今日はダンス部に素敵な方を紹介しに来たんですから。大丈夫か。素敵なこと。ダンス部顧問の先生が体調を崩して、最近ダンスできねえぞ。そうですね、カンフーならできるけど、あ、なんかカンフーっぽい動きしてんじゃんこいつら。原因不明の体調不良であ通用するかな。2週間に一度来ればいいくらいです。なるほどね、体調不良。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。できるか、矢上探偵に。はい、まあリアルではね、スマップでたくさん散々ダンスしてきたけど。そうでしたか。でしたら好都合。え、あの天沢先輩、確かに困ってますけど。わあ、もう空気読めよ、迷惑そうじゃねえかよ。この人は矢上さん、ミスケンの顧問になるかもしれない人です紹介の仕方がちょっと不安要素あるな。それはともかくとして、矢上さんはダンスのことも多少わかるよ。大丈夫か、本当に。アドバイスをしてくれるそうです。マジかよ。なんで勝手なこと言うなよ。俺はダンスなんてやったこと。本当ですか？助かります。鼻食いついちゃった。さっき見た時からなんか雰囲気ある人だなって思ってたんです。出てた？ジャニーズの空気出てた？もしかしてプロの人ですか？まあ一応ね、ジャニーズでスマップやってる木村拓哉です。そうですよね。食いつきがすごい。ステルファミがこの天沢さんか思ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや待った、いろいろと誤解を。矢上さん、探偵たるもの時として、ライヘンバッハの滝に飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき。本当探偵オタクだな。違いますか。はぁ、いいですね、はぁとか言われてんじゃん今次のコンテストの練習してるんですけど、振り付けがなんかこうしっくりこなくて、みんなもうリズムも掴んで振り付けも覚えて、あとはコンテストに挑むだけではあるんですけど、別にもう矢上探偵いらなくねえか。決定的な何かが足りないなと思ってて、でもそれが何かわからない。それはカンフーだろう。コンテストまでもう時間もないし本当に焦ってて、あと少しカンフーはできるからな、矢上探偵。はん圧倒されてんじゃん。私たちのダンスどう思います？何か足りないなって思っているんですが。わかんねえよ。
いやそう、そう、いや、もう困るよ、ほんと。観察力。It's dancing って書いてある。探偵としての基本スキルですよね。なんか、よし。ここはズバッと指摘してあげてください。天沢さん、もしかして、矢上探偵事務所の上司か。できますよね。すでにテストは始まってるというわけか。すごい試されてんな。いや難しいな。全力で楽しむとか書いてあったな。よし自信なさげたら僕は的確に答えて天沢に実力を認めてもらわないと。呼び捨てなんだ心の声では。特殊な選択技。八神と町の住人たちの会話の中で、いつもと異なる特別な選択肢が表示されることがあります。ほう。制限時間選択。制限時間あるの？会話中の選択で、制限時間に返答を求められることがあります。表示されている時間内に答えを選び、会話を進めましょう。あえて何も選ばず、無言という回答も、選択も回答の一つとなります。選ぶ速さによって内容を変化することはありません。ああ、なるほどね。的確に選びってことね。矢神と町の住人たちの会話など、いつもとは異なる特別な選択肢で表示されることがあります。ボリューム選択について、会話中の選択で声の大きさやテンションの高さなど、ニュアンスを、L スティックで調整して、回答する選択です。上げた V 字のボリュームに割合に応じて矢神のリアクションや言葉を変化します。なんか難しいこと言ってね。何が足りない？色気が足りないはちょっと高校生にはいらねえ。ユニゾンってなんだよ。曲の奇抜さ。インパクトに行こう。ここ時間ないからな。インパクトが足りないんじゃないかな。コミカルな BGM になっちゃった。これ間違ったか。ユニゾンもうまくいってるし、振り付けもバッチリ身についてる。意外と詳しいのか。ユニゾンってなんだよ。教えてくれよ。記憶に残るような派手な動きに欠ける気がする。おお、なんかそれっぽいこと言ってる。なるほど。確かにそうかもしれません。全体的に無難にまとまりすぎてるんですよね。これ何？清涼高校の T シャツのうさぎさんなの。なんかいいアイデアないですか？これはカンフーだろう。インパクトと言ったら。いいアイデアとか言われてもダンス経験なんてないからな。とはいえ天沢さんの顔を見るな。食べされてんぞ。ここはどうにかして乗り切らないと。顧問として認めてくれそうにないな。インパクトのある動きといえばこれは選択肢出るだろう。カンフー。カンフーあった。いっそ踊らない。それはやばいだろ。ロボットダンス。なんかあんまり面白そうな選択はないけど、強いて言えばこれか。まあ、カンフー部探してたぐらいだからな。おう、行くぜ。カンフーとかどう？カンフーの動きを取り入れてみた。マジ言ってんのか、こいつ。カンフーですか？マジ大丈夫か？カンフーなら派手な動きが多いし。本当か？意外とダンスに向いてるかも。マジで言ってる。確かに、カンフーはありなのか。実際にマジか。あ、そうなんだ。でも私たちカンフー、あ、それなら任せてくれよ。カムロ潮流カンフーを教えてやるよ。一応カンフーできるけど。BGM 変わった。そうなんですか？正解だな、これは。自己流だけどね。そう、カムロ潮流だからね。派手な動きもできる。なら教えてもらってもいいですか？めっちゃ食いつくやんこの人。名前忘れちゃったけど。何とかゾノさんだよ。踊ってみてください。カンさんの踊る？俺が？マジかよ。もちろんです。カンフーの動作だけならネットで見れますし。まさかダンス真島さんみたいなダンスがあるのか。龍が如くゼロみたいな。いやカンフーはできるけどさ、踊れっとなんと。おわ、見てんぞ天沢さんが。ちゃんとやれよお前みたいな。あ、やばい。信頼を取れないぞこれじゃ。ヤガミさん、できないなら今回の話はなかったことに。すぐ警察言うや。おまわりさんの番号は。おまわりさんの番号は110番だけだろ。ま、やるしかないのか。分かった。とりあえずやってみるよ。荒くくろ。ダンスなんて初めてだからうまくやれるかは。大丈夫だよ。スマップの経験があるから。はい、よろしくお願いします。中井くんよりうまいだろう。クソ、なんでこんなことに。本当だよ。俺はダンスなんかミニゲームが始まりそうだね。サビのところまで30秒間
私たちが考えた振り付けをお教えしますので。振り付けは考えてくれるんだ。八神さん流にアレンジして踊ってみてください。お得意のカンフーで。ああ、分かったよ。なるほどね、ミニゲームが始まるな。それじゃあ、まず最初のステップですが、こんな感じで。あれ説明ないの？できそうですか？ああ、どうだろう。まあなんとかとりあえずやってみるよ。そうだな、何事も挑戦がな、大事だからな。でミニゲームが始まりそうな予感がする。あ、ほら、ユースドラマ、なんでユースドラマって。ユースドラマダンスアクション、ダンス部ではリズムゲームで遊ぶことができます。これ何、今後もやる気？レッスン、ダンスレッスン始める前に、ヤガミのオリジナルの振り付けである EX 振り付けを選択します。チュートリアルでは自動で選択されています。設定を確認してレッスンを開始しましょう。まあ、操作方法も出るんだろうけど、とりあえずやってみるか。なんか、なんか、勝手に、レッスン。この設定でいいじゃん。これは俺が読むか。イージー。オッケー。行こうか。とりあえずどうやるのか、ちょっとまだわかんないけど。そういう系？ダンスダンスレボリューションみたいな感じか。上から流れてくるアイコンして、四角バツ三角丸を押すことで、クオリティゲージが上昇します。楽曲終了までにクオリティゲージが、クリアライン超えたらゲームクリアです。なるほどね。あ、こういうことね。はいはいはい。あれ、踊れてんな。あ、似た、同時押しとかあんの。線で繋がれたノーツを同時押しを意味します。2つのボタンを同時に押しましょう。なるほどね。丸三角、オッケー。これ十字キーとかあるんだから、長押しとかあるの。縦に長いノーツは長押しを意味します。あー、なるほどね。オッケー。で、これで、離す、オッケー。かっけーやがみか。やがみ、おー、十字キー、EX 振り付け。ダンス中に十字キーを押すと、やがみオリジナル振り付け、EX 振り付けを発動することができます。EX 振り付けは発動中はゲームが有利になる効果があります。どういうこと？振り付けの発動を推奨するポイントでアイコンが流れてきますが、好きなタイミングで発動することができます。最初に使用できる EX 振り付けは、フリースタイルか、のみですが、ダンスの教本を読むことで、新たな EX 振り付けを覚えることができます。ダンスの教本は物語の進行や街の中で手に入ることができます。なるほどね。OK。おー、なんか来た。あー、全部押し、全部押しはちょっと指が足りないよ。おー難しいな、これ最初やるには。あ、終わりかよ。さん最高です。早えな、イージーすぎるだろ。これはこんなに早く終わると思わなくて。ちょっと物足りなさ、すごいのかこれが。めっちゃ盛り上がってる。なんかこの今の人なんかアナウンサーに出たな。八神さん、どういうことですか？ダンス経験ないって言ってましたよね。お前が結局疑ってる。やってみたらできてしまった。天才肌ですね。運動神経してるんですか。いや、まあね、これがね、カムロ町を駆け巡ってきてくれた八神探偵ですよ。まあそうだね、いやいやいや、そんなことは今は活動してないけど、スマップってところでね、ちょっと活動してたんですよ。素人の動きには見えませんでしたけど。ってことは、テンプの才能、ダンスの神様が。そこまで、あんなちょっと踊っただけでそんな褒めてくれる、ソロいな、この人たち。照れてんな。八神さんに提案していただいた振り付け、早速練習メニューに組み込みたいと思います。おう、今日は本当にありがとうございました。ボタン入力に集中しすぎて全然八神探偵のダンスあんまり見れてなかったんだけど、もしよかったらこれからも。ああ、なんかこれもサイドケースかなんかの一つになるのかな。ミニゲームかどっちかわからんけど、本当に困ってるんだ。もうこれむしろダンス部の顧問でいいんじゃねえの。研究部の顧問になる必要ねえんじゃねえか。そもそもできるかわからないけど。もう解決だろ、天沢さん、もういいよ。ああ、なんか残念そうな顔してる。八神さん、部室に戻りましょうか。やばい、顧問取られちゃうからな。うん。危なかったね、天沢さん。完全に顧問取られそうになってたよ、今。どう？ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな。そうですね、正直驚きました。
あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまう。ちょっと悔しそうだな天沢さん。私が何度アプローチを試みてもまああれじゃ怪しいだろあーなんかミスケン、めちゃくちゃ警戒されてるみたいな。ミスケンは怪しいだろ、どう見ても。何はともあれ、私としてはなんか初めて笑ってくれた。かわいい天沢さん、かわいいね。そいつはよかった。怖い顔してばっかしてたからさ。変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的、なんとなく差し入れついてきましたし。本当か？マジで？生徒を監視するかのように設置されたカメラ、矢上さんが探偵だったこと、そして世間の耳目を集めている。あー、よくニュース見てるね。痴漢裁判、すごいなこいつの洞察力。なかなか、ぼんやりとですが、矢上さんのなかなかできるやつだな天沢さん。まあお仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありません。いや、表情が柔らかくなって俺は一安心だよ。いや、すごいな本当にね。なかなか鋭いね。伊達にミステリー研究会の部長をやってるわけじゃないってわけか。そうだな、矢上さんのことは私から理事長に話しておきましょう。ありがとう天沢さん。お願いしたいと。それは助かるよ。だけど部外者がそう簡単に。本当そうだよね、顧問って。ええ、外部指導員という形であれば。もうこんな今のね、コロナ禍じゃ絶対認められないだろ。校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。こういうことってあんのかな、私立の高校。名前を貸してもらうだけで顧問としての指導は。俺は公立だったからあんまりこういう経験ないんだけど、今の私立ってこういうもんなのかな。任せる以上、必要な手続きのようでして。監督役、そういうもんなんだ。引き受けてくれる先生いるかな。そこは大丈夫です。実は以前に理事長が、これは名前を貸すだけなら理事長自身か沢先生のどちらかじゃねえか。半ば勢いで押し切る感じでしたが、どっちかじゃない。そうだったの。ああ、理事長自身がってこと。それは意地悪だな、やっぱり。どこも手が足りてる。あんまり嗅ぎ回られたくねえのかな、昔のことは。本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が。なんかそんな感じがちょっと見えてくるな。なんか噛んでんじゃねえの理事長、昔のことに。いろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者。学校からしたらちょっと嫌われるよな、それはな。先生からも目の上の炭鉱部みたいなもんだもんな。それでは矢上さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。よろしくね天沢さん。ああ、こちらこそな。矢上さん、後でまた部室に来ていただけますか。なんで。私たちが追っているとある事件のことで。ああ、さっきのパパ活事件のことか。なんだパパ活の他に厄介な事件が。ええ、それよりももっと厄介かもしれません。なんだ、そんな、そんなに。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして。その話は時間がかかりそうですので。これなんかでかいサイドケースかなんかかもな。なんか依頼とか受けてくる系なのかな。時間ができたら顔出すよ。前回これはユースと、今回ユースドラマってのがなんかいろいろあるんだな。さっきのダンスもそうだったけど、ユースドラマについて、天沢の依頼で矢上はミスケンの顧問として活動することになりました。どうやらこの高校では生徒たちによる様々な非行が行われているようです。新学校なのに本当に。矢上はその非行を暴くために高校生たちの様々なコミュニティに潜入することになります。潜入先のコミュニティで様々なアクティビティに供述、生徒たちと仲良くなり、指導力を得て、彼らが抱える問題を解決していきましょう。メインストーリーの進行には影響はありません。好きなタイミングでプレイしてみましょう。まあサブストーリーみたいなもんだね。龍が如くの5でいうアナザードラマ的な感じだろうね。ああ、ちょうどドラマつながりだからそういうことか。なるほどね。で、指導力について、ユースドラマは矢上の指導力によって新たなドラマが出現します。指導力は各アクティビティの達成や、ドラマの進行に伴って成長、伸長します。ユースドラマが進まなくなったら他のユースドラマを進めることで、いろいろつながってるってこと。次のドラマが発生します。様々なドラマを、同時に進めてみましょう。この辺全然前回やらなかったんだよな。全く未知のところなんで、
正直思い出す感じもないかもしれないな。よし、これで、俺も立派な学校関係者だ。御子柴のことも自由に聞き込める。やったね、ターボー。バスケ部の連中と仲良くしたって、話だったな。OB だった御子柴は練習にも顔を出してた。そうだね。で、放課後にバスケ部員がいる場所といえば体育館だろうね。でもあいつらあんまりバスケやってる感じねえけどな。ああ、これバスケ部で行くのか、体育館に行くのか。こっから入っていいのかな。おう、行っちゃうか。あとでミスケンに顔出すのはまだ。おお、バスケ部やってんじゃん。おお。うーす。みんなお疲れ。頑張ってるね。ははは、慣れ慣れしいな。誰だよ。お疲れ様です。今度ミスケンの外部指導員になった矢上っていうんだ。そう、ね、なるほどね。ちょっと聞きたいことがある。ミスケンが何の用だと思うよね。ミコシバって先生が教育実習で来てたでしょ。少し前。10月ぐらい。ああ、ミコシバさん？でも途中で急に来なくなっちゃった。そうだな、その辺はちょっとさすがのバスケ部教えてくれるといいんだけど。あれみんな知らない？どんな先生だった？いい人だったとか、嫌なやつだったとか。嫌なやつだなんて全然。あれ？っていうか、熱血な感じ？印象とは全然違うじゃん。そうそう、ほとんど毎日ここに顔出してたよね。御子柴さんの代結構強かったんですよ。なるほどね。だから俺らにも動けなんかいじめの加害者みたいな言ってた感じとはちょっと違うのか、それともそうっすね、隠してるのかな。そういや今日高田たちは2年2組まだ来てないですね。マッツンとか赤根もあいつらもバスケ部なんだよな。そういえばバスケ部がバット持っていいのかよこいつら。大丈夫か、あいつらね。ここだったらまた下がれるかもな。その子たちがどうかしたの？御子柴先生、2年の甲田って子がお気に入りだったんです。え？なんだそれ。何それ。甲田さんなら少し知ってるよ。御子柴が気に入ってたって。未成年インコもしかしてこいつ。どういう意味で。すごく指導が熱かったんです。甲田は高校入ってからバスケ始めたんで。高校から入ってバスケはほとんど経験者。珍しいよな。だから確かに高校から始める人は。でも甲田さんなんかそんな感じじゃない気がするけどな。それで御子柴先生がよく甲田の面倒を見てくれてすごい助かってましたよ。あ、なんかわからんことだらけだな。本当にいい先生だったんだ。まあそうっすかね。ただ甲田自身はどう思ってたかわかんないっす。ん？御子柴先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうか。ああ、そういうことか。いじりすぎかなってこともあって。これは実は、みんなの前でシュートさせてから、まあ、今のが悪い。いや、それはちょっとやりすぎだろう。陰湿だな。御子柴は甲田さんを笑いもんにして。全然熱血じゃねえじゃねえかよ。誰だよ。まあ、悪く言えば。でもそれも愛情表現みたいな。うるせえ。どこがね。御子柴先生だったもんな。甲田のことをエロいエロい言い始めた。あ、それでエロ女なのか。ボールに抱く時の手がエロいとか他に取り柄ないのか。いやキモいな。胸でかいから。そうそう、ひがみじゃねえかただお前ら。だから御子柴先生が急に学校来なくなっちゃった時、2組の子たち噂してたもんね。甲田となんかあったんじゃん。いやキモいなこいつら。で不適切な関係とか、それがバレて教育実習。いやーそういう関係にはならない感じだと思うけどな。さすがに。嘘。三越馬先生。大田さんはちょっとなんかあんまり周りからいじられたりするのが苦手そうな感じだったから。なるほど。いやこいつらバスケ部ろくなやついねえな本当に。マジで本当に。あのもういいですか。みんなね、つまりバッシュまでお揃いなのお前ら。すげえな。甲田さんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけ。それってよくあることなの。いえ、だいたいみんなこの時間には揃ってるはずなんですけど。さあ、まだ教室なんじゃね。話聞かせてくれてありがとうな。まあ、ちょっとわかったな。御子柴はちょっと陰湿な系統があるんだな。うん、なんか最初はねそんな感じじゃないのかなと思ったけど、今の話を聞く感じ結構甲田さんに対しては嫌なやつだったかもしれないな。ケースファイルに情報が追記されました。さっきのことだね。はい。でこれで2年2組に行くのかな、もしかして。こっちか。
待ってろ小田さん、マッツンたちから助けてやっかんな俺が。とりあえずここ登って、2年2組2階だな。この辺だったよな、すぐ近くなってる。あ、ここだ。あ、なんかいるな、誰か。こっちだろ。またやってるか、お前ら。バカじゃないの、どういうつもり。急にバスケ部やめるなんて。いや、やめた、そんなことやめたくもなる。いや、お前らのせいだろ。やめたらお前の雑用、誰がやんの。無責任って言葉知ってるか。3人で集団で攻めんな。昼のことで調子に乗ってる。クラスの連中が味方してくれたって。だから部活もぶっちか。そんなかって許されると思ってんの。お前ら部活やってるような爽やかな高校生じゃねえだろ。でもだから何なんだよ。俺このヒステリーな女苦手だ。何でお前が私らの足引っ張んの。絶対許さないよ。許さないってどう許さないんだ。また来ました。まだどうも不審者矢上探偵です。不審者、皆さんご覧ください。不審者です。学校もうダメだぞ。何言ってんだ、こっちはもう顧問なんだからな。ミスケンの顧問なんだぞ。清涼高校ミステリー研究会外部指導。すごいドヤ顔。理事長先生からご指名を受けてわざわざ外部からボランティアで来てる。矢上探偵事務所の矢上だ。すごい勝ち誇った。え、まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは多めに見てやるよ。でもこれからは毎日来るつもりなんで、よろしく。今の動画使いねえな。もう部活なんで。ああ知ってるよ。さっさと行けよ。いつまでいねえ、来ねえんだよ。遅れてんだろお前ら。頑張ってな、マッツン。その名前で呼ぶんじゃねえよみたいな顔してんな。嫌な奴らだね、あいつら。ほんと。大丈夫？はい。甲田さん、俺は探偵で君に聞きたいことがあって来たんだ。そうだな、三越場広について。三越場広について。彼、2ヶ月前教育実習に来て、その期間中急に来なくなったろ。その時、何か彼に変わったこととかなかったかな？トラブルを抱えていた様子とか、見慣れない人が周りにいたとか。それをなんで私に聞くんですか？それはさっきの生徒たちから聞いてな。さっきバスケ部で、うん、君が三越場とよく話してた。まああんまり思い出したくなかったり話したくない内容かもしれないけど。三越場先生と違うのか。この子にとって三越場との関係は思い出したくもない嫌な記憶ってとこか。まあそうだろうね。この正確な感じと、あのいじってる感じは合わないだろう、どう考えても。いや、聞いた話と違ってたみたいだね。まあ周りが結構無責任なことを言うよな。けど、これから俺ちょくちょくこの学校に顔出すからさ、よかったら仲良くしてくれると嬉しい。じゃあ。私今日矢上さんの方に気づいてたんだ。助けてもらいましたよね、スピーカーの音。私毎日ずっと誰も助けてくれなくて、でも私も自分がいじめられてるって言えなかったから、みんな当然みたいにしてるし、笑って見てる人だっていたし、でも今日はみんなが私のために声を上げてくれたんです。びっくりしたけど、あの時最初に私を助けてくれたのは、すげえ気づいてたんだな。矢上さんの声ですよね。やべえ、ちょっとうるっときちゃった。かっこいい。かっこいいな、矢上探偵。ありがとうございました。私。こんなん、甲田さん、好きになっちゃうだろ、矢上探偵のこと。やっと自分が今までひどい扱いされてたって分かったんです。私も、バスケ部のあの人たちに、
ちゃんと嫌だって言ってもいいんじゃないかって。そうだ、言っていいんだよ。それで部活辞めることにしたんだね。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。子供の頃読んだ漫画がかっこよくて。スラムダンクか。下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするの。だからきつい練習でも頑張ろうって思ってたんです。なのに、そんなことねえよ。かっこ悪いですよね。そんなことねえって。高田さんは何も悪くないよ。うん、悪くないよ。世の中には不公平がいっぱいあって、それを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ。うん、人を見下すことでしか笑えない連中だね。そうだよな。そんなのにいちいち向き合っていくなんて、俺は時間の無駄だと思う。そういう時はさ、やっぱり逃げていいんだよ。いやー、強い人だから。胸に刺さる言葉を言ってくれるけどね。じゃあさ、逃げるって言い方変えてみようか。バスケは部活でなくたってできるし、場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なもんじゃない。どうしても諦められない夢なら、どこか他にも必ず道がある。あ、なるほどね。他の道を行くを探すことをさ、探すことか。何も逃げるなんて言い方しなくたっていい。いや、フォローがすごいうまいよ。ありですか。いや、八神なんてさすがだわ。ほんとずるくありません。ずるいよな。まあそう、課題こと。そんなかっこいい顔してそんなセリフ言ったらずるいだろう、八神なんて。ミスケンの外部指導員。ミスケ入るか、高田さん。バスケ部やめて。変な部長いる。もし何か相談があればいつでも言ってよ。例えばバスケ部を辞めさせてもらえないなんてこと。その辺は得意だろう。弁護士バッジ持ってるからな。頑張ってな。いや、これは高田さん惚れちゃうよ、八神探偵に。こんなん言われたらかっこよすぎるだろ。あ、見つけちゃったか、スピーカー。あ、違うな。あ、タイプ登録か。びっくりした。スピーカー見つけたのかと思った。ねえ、探偵さん。ああ、まだいったのか。おい、八神さんだっけ。いい雰囲気だっただろうがよ。そっちは部活に行くんじゃなかったのか。あのね、マッツンと榊って。榊って言うんだ。さっき私と一緒にいた男子たちが三越柴先生のことで話したって。いやー、嘘つけ。お前らそんなにすぐ心入れ替えねえだろ。協力できるかもって。こいつら嘘くせえな。なんか調べてるんでしょ。三越柴先生なら私たち結構仲良くしてたし、なんか餌にして釣ってなんか言ったら、それでね、また武器とか持って待ち構えてんじゃないの。水に流してもらえると嬉しいんだけど。ああ、そういうパターンか。らしいんだな。やっぱりほら、まずいもん。あ、うちら先生方には内心とか握られちゃってるし。まあそういうあれもあるのか。確かにそうだよね。八神探偵学校側の人になっちゃったからね。マッツンたち今このすぐ上のフロアで待ってるから、話だけでも聞いてもらえませんね。お願いします。この通り。いや、でもなんかそうやって俺をおびき出したよ。ああ、さすがにやっぱそうだよね。そっちの方だよな。何人くらい待ち構えてんのかな。上のフロアは3年生の教室だっけ。ああ、なるほど。ああ、3年生もいんのか。味方につけた。この間のラグビー部の人もいるかな。証拠もないのに疑ってくるんですね。傷ついちゃうな。大人にそんな目で見られたら誰だってひねくれちゃいますよ。いや、もともとひねくれてんだろお前は。ほんとこの女腹立つな、ほんとに。ちょっと見え見ぬものではあるけど、行けば三越柴について何か聞き出せるかもな。分かった、行ってやるよ。いいよ、話は聞く。友達にすぐ行くって伝える。またボコってやっからよ。ほんと、まっつんに言っとけ。人数集めても無駄なかんな、八神探偵の強さは。ああ、と、まあ、こういう感じ。早っ！もういなくなってんぞ。早すぎだろ。さっきのやつ名前忘れたけど。マッツンと榊ね、
テニスのおじさんの桃先輩みたいな。まあまあ、とりあえず今回は時間もちょうどいいんで、この辺で終わりにしとこうかなと思います。次回は、マッツンと、榊を、ボーコリにね、3階のフロア行きたいと思います。まあ3年生もいると思うんで、まあ回復も今しっかりあるし、まあ全然多分余裕で勝てると思うんで、まあそのまま直行したいかなと思います。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。